編集しておきました。もう最悪、もう最悪ね。なんか変なデブいて笑う、えぐいだろリプラン。なんかそもそも鬼が大遅刻してきてみたいな。俺ケンキ君と仲いいんだけど仲良くないんだよね。この人って以外と仲良くならない。やってきます。意外とうまくないか。ジュース飲みたい役やって言ったら、最近ほんとマジで水しか飲んでないから。今の水筒みたいなね、これ水筒だよ。 お前らめっちゃこのこと聞くな。そんな見たことない、こんな水筒。 2.4 リットル入るんだけど、これを1日で飲み切る努力をしてんだよ俺は。ジムとかにもこのまま持ってくの俺は。こうやって歩いて、こうやってあれだよ、エペックスのシールド。冷えてなくない？冷えてることを求めてないんだよね。コンビニでさ、水買うときもあれだよ、俺常温だよ。行ってきましたよ。そういえば第1回サウナ会めっちゃ楽しかったん。これギャラさんごめんなさい、なんか全然わかんなかった、あの顔死んでるの。適当に写真選んだらさ、ゲロさん顔死んでてん。なんで曇ってんの。いやなんか俺湿気がすごかった、サウナだから。秋葉原のパラサウナだっけ、めっちゃ良かったね。リプラン地獄みたいになっちゃって、マジで。コウスケさんのパワー尋常じゃないや。まずこちらが、まあ、金城さんですよ。我らがゲロ兄貴のリプラン。素敵な写真ありがとうございます。明日からオンライン陶芸特会頑張ってください。うわー豪華メンツ、明日の動画から楽しみにしてます。さらに焼肉特会頑張ってください。めっちゃ楽しそうです。明日頑張ってください。一方スタンミジャパンのツイートは編集しておきました。もう最悪、もう最悪ね、もう史上最悪。これありえない。ここコウスケさんいるから。野生のゴリラが紛れ込んでますよ。4人の画面編集が高すぎる。ここにコウスケ面白すぎる。ゴリラ邪魔やな。4人マジでかっこいい。なんか変なデブいて笑う。えぐいだろ、リプラン。リプラン尋常じゃない、マジで。なんか左端に映りたがりいて泣いたんじゃない。でかいだけや。コウスケさんがでかいだけや。映りたがりじゃない、別に。なんでこんなになんかすごいもう、コウスケさんにヘイトが高い。コウスケさんいい人だからね。俺好きだから、普通に。趣味が合うから、サウナ好きで。水曜どうでしょう好きで。映画が好きだから。俺嘘やろじゃん。全然好き、俺。何が嫌われてんの？生き様。生き様が嫌い？生き様が嫌いってコメントおもろいな。なかなか聞けないだろ。コウスケの生き様が嫌いって。逆っぽい！いや、俺は誰が何て言うとコウスケさんのことは好きで。俺誰が何て言うとコウスケさんのことは好き。この人も大好きなんだよね。このなんかメンツ俺たちも言ってたんだけど、自分たちで。謎だよねって。もう社交辞令で済ますのもったいないなと思って。ハイパーゲームショーが終わった2日か3日ぐらいに、もうゲロさんに一瞬で連絡して、ゲロさんサウナ行きましょう、予定空いてる日教えてくださいって、ゲロさんパン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 って教えてくれて。で、その日を軸にいろんな人の予定をこう組んで、このメンツを集めた。まあ、ケンキはどこでも行くから。インターネットピッチャーがさ。こいつはいつでも来んだよ。ほいくんはそもそもなんか、サウナっぽい。サウナ行くようになってから、代謝が良くなったっすね。とか言ってん。ね、サウナみんなで楽しんで。てか、中が広くてさ、なんかエッチで。ニンテンドースイッチとか、なんかソファーとかあって、貸し切りのサウナの中でも一番クオリティが高かった。エレベーター降りたら全部サウナなの。サウナエリア。で、みんな大満足、みんなで、まあ、3、4周して、もう雑、あれなのよ。もう貸し切りのいいところって、サウナの中で喋れんのよ。ずーっとくったらない話、めちゃくちゃみんな喋ってさ。ここもサウナいいよね、とか、なんかゲロさんが最近筋トレ始めたとか、筋トレの話したり、水曜どうでしょうの話したりさ。で、終わった後に、どこ飯行くかって話になったんだけど、なんか、こういうメンツだとさ、個室になりがちじゃん。それこそ、ホイ君いるし。もう普通の焼肉屋さん行った。もうフォイ君が目立つ目立つ。
もうほんと普通の焼肉屋さん、なんかゲロさんが、ここ美味しいよとか言って、新宿の。まあ、めっちゃ楽しかったわ、サウナ会。ちゃんとみんなサウナ入る人だからいい。いや、でもね、ほんと、ハイパーゲーム大会のおかげで、なんか知り合いが増えてね、ぶっちゃけね、ゲーム会話やるとね、もう限度だったの。俺、もう毎回言ってんだよ。ゲームの界隈の人たちにはサウナ、サウナ、サウナって言ってんだけど、なんかゲームの界隈にサウナの話してもなんかピクリでも動かないんだよね。なんかちょっと、なんかね、刺さらない。なんかその、蓋を開けてみたら、活動者ってサウナの人たちが多いから。関さんとか好きそう。関さんはサウナガウナだけやん。じゃあ、オニア君も誘いたかったんだけど、フォイ君とケンキと、あの、オニアで3人で、なんか、有名な温泉が潰れるっつって、その、閉店の日に行ったんだって。なんか、そもそも、オニアが大遅刻してきて、みたいな。で、うるさくて、みたいな。なんか、ケンキが全然整えなくて、みたいな。なんか、そもそも、オニア君はサウナじゃなくて温泉が好きだよ、みたいな。もうなんか言ってることが、なんかもうぐちゃぐちゃなりすぎてて、わけわかんないの。なんかサウナが好きじゃない説が流れてる。そもそも。でもなんかその、祖師ヶ谷の潰れる温泉に行きたいって言ってたのは、オニア君らしいから、温泉は好きなんだろうね。いただきます。ケンキ君ね。ケンキ君なんか、おもろいよね。俺この人と仲良くなっておもろいと思ったんだけど、いや、なんかなんて言うんだろう、俺ケンキ君と仲いいんだけど仲良くないんだよね。この人ってえなこちゃん以外と仲良くならない。人と仲良くなれないの、マジで。もうサイコパス、本当にガチ。これガチ。えなことその他だから。えなことその他、えなこの下にランキングが存在しない。えなこかえなこ以外かだね、これ。だってもうこの距離がおかしいし、この、まあ、見て。これもうみんなで、おー、めちゃめちゃ盛り上がってさ、よかったねってなった後だよ。この距離感、手、若おかみか。何これ、この佇まい。いらっしゃいませやん。一人だけ、今一人だけおかしい。様子が。まあ、元気くんはね、フットワーク軽いしね。そもそも元気くん自体がおもろいから俺は好きなんだよね。彼がどんなに壁を引こうと、もう俺からすり寄ってくから。フォイくんはもう君たちが見てるまんまよ。本当にもうかっこいいし、やっぱり俺前から言ってたじゃん、なんか俺その知ってない時から動画とか配信とか見て、なんかビジュアルもかっこいいけど生き方がかっこいいので、なんかあり方がかっこいいよねって話したけど、実際かっこよかったね。焼肉屋さんでもずーっと肉焼いとるしな。俺が最初焼こうとしたんが、いやー、サミさん俺やりますよみたいな。でも実際、フォイ君が一番年下やんのかな。俺が27でフォイ君26でしょ。まあそこら辺なんかその上下関係の、なんか縦社会というかあれを重んじる界隈そうだしな。完全にイメージだけど。ゲロさん汗っかきだった。なんで？ゲロさんさ、今なんぼあの人。36?37?見えないんだよね。見えない。マジで実際に見ても見えない。でももうまんまだよ、みんなこれ。ビジュアル。これ俺のスマホで撮ってるから、ノーマルカメラ無加工だから。ゲロさんも、肌も綺麗だし、若かったなぁ。ノリとかもちゃんと若いから。37とかに思えなかった。てか、俺たちとサウナに行ってくれるってのもよくない？実際。37歳でさ、若い衆連れてさ、サウナ行こうっつってさ、来てくれんだもん。それがいいやん。それがもういい兄さんだよね。話し合うの。だからいいんだよね。君、俺たちが言うゲームと一緒。サウナってそういうツールになり得るから。みんなサウナ好きだから、サウナのなんか、ホームサウナの話とかさ、北海道がいいよねとか、今度なんかこれ、ライブ行くときさ、とか、ビーズのライブでさ、どこどこ行くんだけどさ、どこ寄ろうと思うんすよねとか、みんなサウナのエピソード持ってるわけや。コミュニケーションのツールとしてもいいんだなと思った。今回初めて。俺ソロサウナだから。まあ、こんな大人数で行くってなかなかなくて。オニア君はな、君たちオニア君に何を聞いてんの？なんかオニアはオニアはってすげえ言われるんだけど、何を聞いたの？君たちが聞いてるオニア君がサウナ好きですって情報は嘘です。嘘。真に受けるな。オニア君の配信をコンテンツを。これ、ケンキ君が言ったエピソード聞いたけど、オニア君が。オニア君とサウナ行ってよって言って。なんかサウナの中入ったら、なんかソワソワして、なんか汗かく前にパッて出て、温泉入ってたって言ってたよ。ソワソワしてなんか出てったよって言ってたよ。
苦手やんサウナ。